です。なんなんなん、なんなんと。お願いました。めっちゃモテたい。モテたい。ということで、明日は、なんと、そうです。明日は、なんと、ずっとずっと前から計画していた、人生初の、ディズニーホテルに泊まっちゃうよーのコーナー。ランドな？ディズニーランド。それランドやないかーい。ディズニーランドホテルに泊まっちゃうよーのコーナーでございます。で、この企画はもう本当に1000年前から温めてまして、この分ね、毎年8月1日にディズニーに行ったんですけれども、ちょっとこのご時世で難しかったんですけれども、あるご縁があって行くんですよ。ということで、泊まりなので、今日はディズニーに持ってくもの紹介&ディズニーランドホテルに泊まる前日のナイトルーティーンをお届けします。で、今回特殊でしてね、はい、ランドホテルに行くんですけど、うん、まあその日ちょうどね、のんちゃんちゃんと塾がありまして、はい、塾終わりにのんちゃんを拾って、うん、で1日目はパーク入らず、次の日にパーク入るっていう感じなので、パーク入りながら私拾ってホテル行って泊まってディズニーって感じ。そうで、まだ今のところディズニーランドとシーどっちも決まってなくって、でも今日はディズニーに着ていくお洋服は決まってるんで、それだけちょっと着たりとか、まあなんかちょっといろいろディズニー前日動画で、結構ディズニーで声かけてくださる皆さん、のよのちゃんのディズニーの前日動画見て一緒に準備してきましたっていう方がすごく多くて、本当に嬉しいんですよ。なんでやっぱ好評だと思うので、今回もディズニー行った時に言われたら、あ、今回も撮ったんで楽しみにしてくださいって言えるような形で今日は動画回してるよ。ということで、今日私たちフル2号コーデなんですけれども、ここからフル A ちゃんの M コーデ、レッツゴー。今回は私、今日のアイメイクすっごくうまくいって、すごい気分が上がってるんですよ。なんですけど、明日っていうかその明後日、うまくいくかが本当に心配で、で今回なんとですね、2人とももうがっつりディズニーのためにお洋服を買って、はい、もう準備バンバンでいきます。バンバンザイ。いや、何も待って、ここめっちゃ映ってる、もしかして。あ、ふうまくんいる。着替えていい？あ、ディズニーだから見て、ここめめいるよ。着替えていい？見て見て、ごらんよ。にゃせよーせよー、わーしみみだーい。さあ見てください、この中のお洋服、お揃いな、なんで開けてんだよバカ。開けないよ。見て、ここのね、中の服、おそろなの。見ちゃいなよ、ユウ見ちゃいなよ。おそろなんだよ。見せ方おかしいじゃん、それ。こんなんだからね、一応。はい、ということで、私はセットアップ。で、これ、しかもモンスターズインクなの、これ。ほら、ちゃんと。私もこうモンスターズインクだし。で、これ、ちょっと帰ってきてから時間が経ってたから、首の襟のところだけおかしいんで、ちょっとね、アイロンで直して明日持っていきます。どの菊池がいいかなっていう中に、ケンティが入ってる。ほんと。ちゃんとこんなスキン、はやたい。なんか今ちょうどここに今、はやたい。ここにちょうど今セクシーなのがいっぱいあるんで。ちゃんとこんな好き、はやたい。もうじゃ今 LINE のアイコンケンティーだよね。ケンティーとの写真だよね。で、暑いけどさ、これしたい。暑いけどこれしたい。痛い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 。そこ冬めっちゃ高いの、これ。超かわいい。いや、え、これさめっちゃ、あ、いいじゃん。ちょっとそれ、私たちさ、ほら、これサムネ撮ろう。いくよ。日本の皆さん、こんにちは。あ、いい。フィリピン担当のヤドランです。ヤド。でもこれだとマジで家感半端じゃないんだよね、これ。かわいい。これも一応あれ、モンスターデンクのこれ。ちょっとさ、うちがかわいくセットしていい？こういうことだろ、こういうことだろ。夜だからさ、すごい顔のテカリ方。マイクアイズオスキー。ね、これほら、ユニバだよ。ダメだよ、こういうの持ってっちゃ。お母さん怒るよ。いやほら、ユニバだからね。君はユニバだからね。ほらね、ねん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 。ねんねんしようね。あ、これ。だからそれもユニバだっつって。お風呂入ってくるか。あ、お風呂入ろう。うん。一緒に入ろうか、今日。泡風呂しようね。いやいやいや、そうだ、私嫌い。私先入ってくるから。めっちゃバレに帰ってくる、ね。じゃあ私は今から何持っていくかちょっといろいろ持っていきたいと思います。じゃあこれ紹介してって。大丈夫です。はい、ということで、これから何を持っていくかをちょっと紹介したいと思うんですけれども、何持っていこうかな、どうしようかな。
それではナウロンのディズニー持ってくもの紹介。まずはこちら、これはあの塾に行く時のバッグなんですけど、あの、ま、普段のバッグなんですよ。本来、ま、泊まりの洋服とか入れるリュックはこれにしたいんですけれども、こっち塾に背負ってっちゃうので、こちらでね、17kg でゲットした可愛いリュックにあのパジャマとかそういうものを詰めていきます。で、明日は普通にあのお家で過ごすので、朝メイクしなきゃいけないんで、メイクポーチとかは朝使うんでまだ入れません。あのもう使わないものだけこっちの声に入れておきます。ではまずこっちのカバンの紹介しましょうか。まずはこちらですね、ハゲナッツがついてるんですけれども、こちらですね、あのいつもペットボトルを入れるやつなんですけれども、これを持ってくじゃん。 iPad は絶対必要、アマプラ用の iPad でしょ。で、あとさ、私ね、この iPad を学校から支給されたやつだって、あのゆりくんとさ撮ったさビールのコメント欄によくあるんだけど、あのごめんなさい、あの自腹です、この iPad 学校から支給されてません。次はこれもディズニーグッズなんだけど、日傘。これめっちゃ可愛くて、日傘兼傘なんだけど、見て、ほらディズニーの動物がたくさんいるよ。この傘は絶対持ってく。私ですね、最近あのこれ毎日持ってるんですよ、サロンパス。マジ大事、サロンパス。それぐらいです。で、マイバットは充電するんでちょっと置いといて、ディズニーに持ってくものなんですよ。ディズニーに行く時のカバンはこちらで行こうと思います。でね、こちらのバッグで行こうと思います。で、まずちょっとごめん、なんでだろう、なんか靴下入って、使ってない靴下だから安心して。使ってない靴下 2足で、お財布と、こちらイヤホンと必需品のポーチと、この前買ったこれチンアナゴと、もうタオルは絶対、もう汗やばいから絶対と、あとここにはあのイヤリングが入ってます。それとあとベルトで、ベルトはいっぱい持ってるとこうと思って、この服にもちょっとベルト合わせたいなと思ったんですよ。で、私ベルト2種類お気に入りがありまして、1個目がこちらのベルトね、このベルトとこちらのベルトを2個持ってきます。多分靴下入ってる理由が、今日白靴下で、ね、サンダルでさ見えちゃうのよ、ちょっとダサかったから、多分黒靴下も入れたと思います。ここからパジャマなんだけど、今日も着てるこちらでね、ビゴの見えてもいいブラみたいな感じ。これね、パッドがついてる、あ、ごめんね、これは女の子だけだよ。パッドがついてるから、このままボンって着れば大丈夫。私今日これ着てる、めっちゃおすすめこれは。とパジャマはもちろんディズニーなので、こちらのジレン GU で買ったダンボのパジャマを持ってきます。はい、であとパンツとちょっと今日もしてるんだけどね、ミキポンさんプロデュースのカラコン、今日もしてるんだけど、4種類ね、いただいちゃったんですけれども、ディズニーでは可愛い状態でいたいので、こちらの今回は01番を持っていきます。私にすごく合う色だったんで、こうナチュラルでめちゃめちゃいいんですよ。これを持っていく、よし。で、これをこれに入れていくっていうね。まあ、そんなに荷物はね多くならないんで、私はパジャマぐらいだったらね、マミコたちに持ってってもらった方がねいい気がするんだよね。あと、まあ次の日の服が必要だから、今私が着てる服を脱いで入れなきゃいけないね。ちょっと服脱ぎます。はい、ということでですね、ちょっとあのこのリュックで行こうと思ったんだけど、なんかねスカスカすぎたから、こちらのカウズで行きます。これはブルマ詰めてきます。はい、ということでカウズに詰め終わりましたので、私からの準備のお届けは以上となります。ほのぼのー。はい、ということでお風呂から上がりました。で、のんちゃんは今ねお風呂に入ってます。ということでね、私が今回持っていくものを紹介したいと思います。こちら、ででん、 MCM のリュックで今回はねディズニー参戦したいと思います。のんちゃんが編集してアップしてくれたうちの誕生日の一日あったと思うんですけど、たくさんの厳しいコメントありがとうございます。で、のんちゃんが編集したんで、うちも見て、うち全然感謝してないじゃんって思うような感じでした。もちろん買ってもらう時はカメラ外だったんですけど、めちゃめちゃ感謝して、で、約束も決めてちゃんと買いました。パパとママに OK してもらったので、私ゲットすることできました。なので、うちは家族みんなで話し合って、どこで使ってみたいな話をして買いました。このバッグは家族とどっか行く時だけ使うっていう約束で買ってもらったので、今回のディズニーは家族で行くので、こちらを持っていきます。それでは中身紹介していきます。手前に
じゃあ、AirPods モアートの口紅、同じ櫛が2本、あとは髪の毛枠用のゴムとピン止めが入ってます。で、大きい方にはスマホ、持ち銃、あとこの中に髪の毛のアホ毛をこうなくすブラシが入ってます。あとはマットメージュ、アホ毛です。あと絆創膏が入ってます。ビゴで買ったお財布、お財布は払う気あるんかっていうぐらいお金入ってません。小銭しか入ってない、小銭も全然入ってないです。で、ラストこちらの食パン、真ん中には爪楊枝と冷たくなる拭くやつです。ということで、実際多分こんなに使わないと思うんですよ。持ち銃とお財布とこのまとめるやつとイヤポッツと櫛があれば多分いけるんだと思うんだけど、多分これうちあるあるなのか、多分皆さんもそうかもしれないんですけど、ちょっと遠いところ出かけるときに女子力を上げようと思って余計なものを入れることってありませんか？私結構あるんですけど、こんな感じでね、結構余計なものも入ってるんですけど、ちゃんと持っていきます。ということで、私の持っていくバッグの中身は以上です。はい、ということで2人とも別々でお風呂入ったりしちゃったね。準備が GU で買ったダンボのパジャマを持ってきます。別々になったんですけど、2人とも準備しました。さっきほのぼの MCM を披露されたんですか？うん、披露したあのね、あの動画ちょっとね、香ばしくなったんですけれども、ちょっとね、ノーナの編集の仕方がちょっと悪かったなと思って、あの本当あの動画でめっちゃ感謝してるんですよ、ほのちゃん。ことあることに感謝したんですけど、それ言いすぎたら動画が進まなくなってしまったことで、ちょっとねカットしてしまったんですけれども、うちもね、さっきいろいろ伝えたんで、あとですね、あの自分で稼いだお金で買った方がお金のありがたみが分かるよっていうコメントすごい多かったんですけど、もちろんごもっともだと思うんですけれども、 YouTube やっていて UM に所属してるっていうことは、まあ、ほのちゃんもねちょっと稼いじゃってるみたいなそういう感じなんで、あのでもやっぱり直接お金を渡すことにはいかないので、まあ、今回みたいなこう誕生日っていう大きなイベントでいつも頑張ってるからご褒美ねっていうので親は OK 出したし、その他のようなも2万円差し上げました。まあほのぼの年間通して言うと余裕で MC も変えちゃうし、しかもやっぱね、ノエノン番組頑張ってやってくれているので、その感謝の気持ちを込めてノエノンからプレゼントプラス親も OK っていうのをいただきました。まあ本当にノエノン番組ね、ほのぼの頑張ってくれてて、似ているところをノエノンが起こして撮影したりまあノエノンはちょっと本当今年は受験生でいろいろ大変だったんで、いろいろカットもお願いしたり、本当にノエノン番組これからも協力してくださいお願いします。ということでですね、あのちょっとなんか暗い感じになっちゃったんですけれども、まあそういう感じなのでよろしくお願いします。ということで、朝はディズニー、私見てください、ディズニーのこれ着ちゃってGUで買ったダンボのパジャマを持ってきます。もうディズニー気満々でございます。ということで、あのディズニー動画近々たくさんアップされると思いますので楽しみにしてください。でさ、このさ、ここ閉めないのは何なの、いつもダメダメ、ちょっとやめてよ、ほどけないでちなみに今回のディズニーはおじいちゃまおばあちゃまがいろいろ動いてくれて叶いましたんで、まあ行くのは私たちだけなんですけれども、またありがとうございます。楽しんできちゃいます、おめぐさんとかいますのでねそれではまた次回のマグでお会いしましょう。キャイバイバイちゃん。低くなり響く音透明